世界の鉄道一覧フィリピンの鉄道フィリピンの鉄道ではフィリピンにおける鉄道について記す2003年にアロイオ元大統領が発表した SRTS 計画に基づく路線図フィリピンの鉄道は19世紀終わり頃に英国資本によって首都マニラ近郊の路線が開業したのが始まりとされイゴルソン島ではマニラを中心に北はサンフェルまで南は レガスピまでの路線ができ、また支線もできたので、約 900km の路線を有するまでになった。機関は、日本の在来線と同じ線 67mm の狂気が使われた。他にもネグロス島をはじめ、セブ島、レーテ島、パナイ島、ミンドロ島、ミンダナオ島に路線を持ち、砂糖キビのための軽便鉄道のほか、鉱山鉄道や森林鉄道なども建設された。 しかし、太平洋戦争やモータリーゼーションの発達によって、鉄道は衰退。パナイ鉄道が1983年に廃止されたことで中長距離の旅客輸送を行う鉄道は、ルソン島にある国鉄線のみとなった。マニラからイロコス地方に伸びる北方線とマニラからビコール地方に伸びる南方線があるが、1991年のピナトゥボ山の噴火以降、 北方線は前線運休となっている。現在、マニラから長間を結ぶ夜行列車のビコールエクスプレスが1日1往復運行しているほか、マニラ近郊では通勤列車のメトロコミューターが1日18往復運行、ビコール地方では通勤列車のビコールコミューターが運行している。バクララン方面へ向かう LRT 首都マニラでは ODA で都市鉄道である マニラライトレール及びマニラメトロレールが整備されるようになり、1984年に最初の路線が開業した。現在、LRT が1路線、MRT が2路線の3路線が運行している。いずれも設備としては近代的なもので、治安もマニラでは比較的良いという。こちらでは、機関は1 4 3 5ト、mm、ルの標準機が採用されており、 また、日本や韓国などで製造された新車が使われている。女性専用車もある。改札では簡単なセキュリティチェックがあり、校内での写真撮影は禁止されている。南北通勤鉄道は、ルソン島を南北に縦断する 148km の鉄道路線で、トゥトバンからマロロスの部分開業が2021年に見込まれており、全線開通は2025年を予定している。 遠心コンストラクションオブバタさん、ステーションアロングコモノウェルスアベニュー、ケサンシティアズオブオーガスト、タギックシビクタンのビクタン AGT システムやフィリピン大学ディリマン校のフィリピン大学ディリマン校 AGT システムなどが建設され研究、実証に利用された。モノレールライトレールヘビーレール。ありがとうございます。